Hey guys, it's Fat Kuma. 今日またアメリカの料理を作ろうと思って、すごくアメリカのコンフォートフードが食べたいと思って、コンフォートフードっていうで食べたら、すごくなんか懐かしな感じ、落ち着くとか、で、今日簡単で安くて美味しいもん、食べ物、グリルチーズサンド、一つ食パン、それとチーズ。とバター、すごくシンプルだね。すごくシンプルででちょっと大事なことある。ほらこの食パンが、まあ、このチーズが溶けるから、そんなに分厚くすぎたらちょっと溶けにくいから、これをちょっと気をつけて、でも好きなやつでいい。でチーズがこれもちゃんと溶けるやつが一番いい。でチェダーチーズが一番多い。チェダーチーズがあの濃いな、濃いだから美味しくて作れる。で他の好きなチーズでもいい。でバッターがパンの外のため、で人がなんかフライパンにあの入れるとかそれあるけど、僕はそのバターを溶けて、でパンの外をつける。で今日クリームチーズと玉ねぎで、それ僕の好きなものだから、僕作るときクリームチーズとか玉ねぎ入れるのが好きだから、それをする。でこの最初のサンドがクラシックのグリルチーズサンドで、僕のちょっと好きなようサンドを作ると思って、トマトスープと一緒に食べる。でアメリカだったらキャンベルズトマトスープがすごく、その缶のやつすごく有名やけど、今日それ見つからなかったから、このトマトスープで作ってみようと思って。スープってこんなお皿でかいもんなの？いや後で説明する、okay. 楽しみして。だって理由はなんとなく想像ついた、想像できた、でもそういう楽しみにしておくわ。じゃあ始まりましょう。はい、じゃあ OK、 はい、行きましょう、はい、でバターがちゃんとパンに塗る、乗せてで今日チーズ溶けて、チーズ溶けてきてる、うん、ぐちゃぐちゃになってる。じゃあチーズがちょっと溶けたから新しい取って、はい、で乗せて何枚くらい大体入れるの？結構多い方が美味しいよね、まあ、だって、うん、チーズが大体3つか4つスライスが、はい、が美味しい。弱くして、はいはい、その中が弱火が大事なんで、はい、でこれがちょっと時間かかる、ここからね、はい、大体何分ぐらいなの？大体普通これつけてからまあ5分以内、うん、まあ見ながらやんね、なんかどうなってるか。そうそう、見ながら。お、結構これ作ったことある？行こう。押さえつけるようにやる。できました、これだけで。じゃあトマトスープ作りましょう。はい、これが今日の味なので、うん、いい感じにトロッとしてるな。はい、じゃあ食べてみてよ。これクラシック、かなりクラシックな感じ。はい、はい、おいしい、懐かしい。本当に懐かしい。すごくシンプルで、でも
本当になんか心が気持ちいい心が気持ちいいってなって初めて聞いた表現素敵で、うん、普通にトマトスープがすごく合うからこうするこのトマトスープがちゃんとするねトマトスープに入れてなに今上見たおいしいあーいいねチーズもっと熱くなって、うんうんうん、で、ね、なんかこのトマトの味とチーズのこれピザみたいあーね確かにそんな感じか、うん、すっごく美味しいすっごくいい、うん、ファットクモさん、はい、次このバージョンは何バージョンですかこれ僕のおすすめ、うん、さっきよりだいぶチーズも美味しいチーズ多いが美味しいこれはでこれが玉ねぎ生のまま入れんの、はいはい、え辛くないでもちょっとだけよあ美味しくなるよちょっとだけぐらいのうん、これちょっとなんかスパイスになるスパイスみたいになる楽しみ、うんうんうんね、これでパンがちゃんと綺麗な色になるまた火つけますでこれいっぱいチーズ入れたからこれ一番弱くする、うんうん、切りますじゃあファットクーマスペシャルで食べましょう、はい、真ん中から食べるどう？おいしいこれ本当にこの玉ねぎ、うん、味が変わるよで辛くないよ本当にでこのクリームチーズと玉ねぎ、うん、すごく合うで最後になこのトマトスープとクリームチーズと玉ねぎめっちゃ美味しいよこれ I'm in heaven それこれよくアメリカで作ってたんですアメリカでお母さんが大好きクリームチーズも玉ねぎもいやこれ自分で作ったこれはのレシピやんな、うんうんすごくいい感じあーお腹すいたなじゃあ僕全部食べるん見るあーお腹すいたな食べたい OK いただきますうまっ全然違うでしょ一つのそういう料理みたいな味するこれうまっえなあこのコクどんだどんだコクがすごいなでしょうんうん、まっこれクリームチーズやなそうクリームチーズとなんなのこれほらそれとチーズが3つあるから、うん、もっとなんかちゃんとした味がなるでしょ、うん、これはトマトつけなくても十分美味しいけどちょっとつけてみるでもこれそんないやトマトはトマトで美味しいけどなくてもまとまってる、うん、余計なもの一切ないバラバラの感じしないあさっきの
チェダーチーズだけの時はパンとチェダーチーズとバターの味がこうシンプルだからさ、別々にこうファってくるけど、はい、これもなんていうこういう料理ですみたいな、はい、ちゃんとしたんで料理、うんうん、まとまってるわ、うまっ。じゃあトマトスープなくて全然全然大丈夫。お茶は欲しいかな。お茶も美味しいよ。まあ新玉ねぎ使ったから新玉ねぎということかなかもしれんけど、玉ねぎが全然辛くなくて、その辛く全く辛くないことないんだけどさ、この何っていうパンとバターとチーズのこの濃厚なところにピリッとこう一瞬玉ねぎが現れるのがちょうどいいアクセントになってて、だから胡椒とかでも美味しいんやろうな。あ、多分、うん、美味しかった。みんな見てくれてありがとう、登録して、いいね、で、またね。今のいいね、それ。